や、待ってください。先輩はお姉様スタイルで、いや、あえて男装スタイルってのも我ながら素晴らしいコーデね。私との熱量の違い、ヤバくない？先生、水をおかわりお願いしゃーす。あ、りょう先輩、あっちお願いします。まあ、ドリンク自分で取りに来て。すいません。ここはライブハウスじゃないです。でも素敵。ぼっちちゃんのギターって年季入ってるよね。私も気になってた。フレットも錆びてるし、クラックもある。相当使い込まれたヴィンテージものだよね。売ればすごい。ほら、すぐ。